新興山城は、現在の広島県三原市本郷町に建てられた日本の城である。城跡は、国の史跡に指定されている。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。新興山城、興山城小早川市の居城は代々沼田川の対岸にあった、興山城であったが、沼田小早川家を継いだ、小早川高景は、天文21年。 沼田川を挟んだ対岸に新興山城を築き、慶長元年に三原城へ移るまで、小早川氏の本拠とした。三原城の築城の際、石垣などを持ち去ったと言われている。毛利元成不襲、高山公務期待流日記移し、小早川家文書によれば永禄四年三月には、毛利元成と流言が、この新興山城を、北条、数日間滞在。 連日共王が行われた。小早川高景が三原城に移り、伊碁妻鉱山城、鉱山城ともに廃城となり後に新鉱山城跡と名称変更している。本丸、中の丸、西の丸、北の丸、釣り井の段、金の段などの矢倉跡が残存するほか、小早川家の菩提寺、京誠寺の跡がある。 三原市、本町の総工寺三門は新興山城の大手門を移築したものと伝えるが、移説もある。三原城追記の際に移転し、宗密寺として、現在に至る。俗日本百名城日本百名城、公益財団法人日本城郭協会。jokaku.jp。2018年9月29日閲覧。国指定文化財等データベース。 国指定文化財等データベース、文化庁、2020年7月20日閲覧、胸光辻三原観光ナビ広島県、三原市観光情報サイト会、山、空夢開く町、三原観光ナビ、2018年9月29日閲覧、ありがとうございます。